ウロツワフの上兵に、ポーランド王、ヘンリク二世の生首を見せつけるバイダル指揮下の、モンゴル軍、バイダルは、チンギスカンの息子、チャガタイの、第六子で、モンゴル帝国の皇族。州史などのペルシア語史料では、ビーディハート、表記されるが、原始には該当する人名は記されていない。しかし、バイダルの末裔であるノムダシュが混流した、中州文樹寺比には、配合者と、 漢字表記されている。また、新元紙などの構成の変算物では書いたちハイタチジとも表記される。ここに、チャガタイウルスの第5代投資ワルグがいる。バイダルは1235年から1241年に、かけてのモンゴル帝国によるヨーロッパ征服事業に、チャガタイ家を代表して、老いのブリと共に参加した。 この遠征はモンゴルでは調子生成と呼ばれている。ルーシ征服を終えたモンゴル軍は、キプチャク人の逃げ込んだハンガリー王国を主たる攻略目標とし本体を差し向けた一方、ハンガリー遠征に北方から邪魔が入らないようにバイダル率いる文献隊をポーランドに派遣した。バイダルと共に指揮を取ったのは、カダンやおそらくオルダである。征服事業において、バイダルは、 大勢のポーランド人、ロシア人、ドイツ人、そしてモラビア人を打ち負かした。1241年2月13日、バイダルの軍は凍結したビスワ川を渡った。モンゴル軍はサンドミエ州を陥落せしめ略奪を働いた。バイダル率いるモンゴル軍はさらに西へ向かい、3月18日にはボレスワフ5世のポーランド軍に遭遇、フミエルニクの戦いが行われた。 ポーランド軍は大敗し、ボレスワフ5世は、敗山兵と共に、モラビアへ改装した。3月22日にバイダル軍は、クラックフの入り口に至ったが、すでに住民の大半は町を逃げ出していた。聖、枝祭りの日にバイダル軍は、クラックフに火を放ち、まだ町に残っていた住民を捕まえて、数多くの捕虜を得た。 バイダルとオルダの軍はさらに精神、オポーレの東部でミエチスワフ公爵の軍に出会い、これ撤退させた。ラチブシュの町の近郊でモンゴル軍はオーデル川を渡った。ラチブシュの住民らは自ら町を焼いて逃げた。バイダルの軍は次にブロツワフの町を陥落させたものの、ブロツワフ取りは降伏しなかった。モンゴル軍は 砦への最初の攻撃が不守備に終わると、砦攻めに時間を費やすのをやめた。モンゴル軍は砦を迂回して、西へ向かうことにした。ポーランドチェコテンプル騎士団の連合軍をレグニツァで破った後、モンゴル軍は、オポーレとクーツコの間にあるオトム夫婦で2週間に、渡ってやえした。1241年5月上旬にバイダル軍は、モラビアに侵入した。バイダル軍は、 進撃を続け、バトゥヒキール、主力軍とハンガリーで合流した。ボヘミアは脅かされなかったが、モラビアは大変な脅威に耐えなければいけなかった。ポーランドシレジアモラビアでは、そのほとんどが破壊された。1247年に、オコタイの時代のカーンを決めるクリル隊が開かれた際、バイダルは、おいのカラフレグトブリ、イエスンドゥア、兄のイエスモンケと共に出席して、 グユクのカーン即位を承認した。これ以後のバイダルに関する記述はなく、このゴマもなく、亡く,くなったものとみられる。本来バイダルの家系は着流たる、モエトケン家に比べれば非主流の家系であったが、バイダルの息子アルグが、チャガタイウルス投手についたことで有力家系の一つになり上がった。アルグの息子たちは、カイルとの争いに敗れて、大元ウルスに逃げ込んだものの、 コムルを中心として、チュベイウルスを形成した。チュベイウルスは現代を通じて存続し、明朝が起こるとこれに降伏し、ハミマモ,モルに組織された。1495年、モグーリースタン藩国は、ハミエイを、我が祖宗杯当時主人の子孫と称して、同じ茶が大数への同族であることを強調し、モグーリースタンへの服属を強要した。これによって15世紀に至るまで、 バイダルの光栄がコムルを支配していたことが確認される。聖、枝祭りは、キリストノリマサ教会の復活大祭の一周前の日曜日。通例、3月末から5月上旬のいずれかにあたる。戦場の地名から、レグニッツァの戦い、リーグニッツの戦いなどと表記する。ワールシュタットの戦いとしても知られているが、ワールシュタットは、死体の山の意味である。 ありがとうございます。